聞こえる？聞こえる。ああ、オッケー。お久しぶりです。久しぶりです。いつ誘おうかと思ってたんだけどね、2回目。いや、そう、なんかこっちから言おうかなって思ったんだけど、なんか忙しそうだったから、まあ、いつでもいいやと思って言わんかったの。言ってよ、そんなの。全然忙しくないよ。忙しいふりしてるだけだから。忙しいふりすんなよ。じゃあ、今日書きたい字、教えてください。今日書く字は電光石火です。電光石火ね。はい、で、テーマは今日のテーマは名探偵ピカチュウです。最近ちょっとポケモンにハマってるっていうのを再熱してて、DS のポケモン BW で止まってるんだけど、最近また BW をやり始めて、最近ずっとやってる、マジか、すごいな。それ今日はあれにする、ポケモン全般の話なの、それとももう名探偵ピカチュウに振り切っていいの？いや、どっちでもいい。どっちでもいい。お前言いやがったな。名探偵ピカチュウはこれでも見直したんでしょ？どうだった？久々に見て。いやー、映像が綺麗だった、とても。そんな感想じゃ収まらない、感性持ってるだろう。なんか昔の映画見た後に最近の映画見ると映像綺麗すぎてびっくりする、本当にそう。私も名探偵ピカチュウもう一回見直したんですよ、で、なんかね、原作愛がすごいやん。あ、そうだね。私、あれが一番やっぱね、ちょっとごめんなさい、月並みなあれなんだけど、エンディングがやっぱ良かったの。エンディングいいよな。もうね、うわ、いいねと思って、でこう絶妙にさ、あの日本語の入れ方がダサいじゃん。カタカナでさ、なんか、リザードンとか出てくるやつ。そう、しかもフォントがさ、なんか昔のコロコミぐらいのダサさ。いや、わかるよ。でもなんかあれがいいんだよ、振り切ってて。いや、でも逆にあれがなんかちょっとおしゃれな感じだったらさ、ちょっと違うよね。そう。リリカル的には映像美だけがもう、とにかく秀でてる感じなの。まあ、映像美もそうなんだけど、あの、なんか自分が、想像してたやつよりもクオリティが高くて、思ったよりポケモンのあれと人間が馴染んでてよかった。あ、そうだね。それは本当に思う。確かに確かに。ちょっと待って、これ次の字の時に喋ろう。ちょっと1個終わっちゃったんで、ちょっと進んでいいですか？この空間に丸が入るように大きく曲げて。うわ、ちょっと気に食わない、どうしよう。してきた。はい、見して。おお、かっこいいね。さすがですね。基本あなたも一発だからな。はい、ね、全然書けないんだけど。頑張って。やば、ちょっと待って。応援してる。応援してる。うん、ありがたい。いいんだ今ので。え、全然いい。リーガルあんまりまともに取り合ってくれないからさ。人のことさ、なんかさ、心の底から応援することある？ちょっと何それ。始まりました、リーガルの哲学コーナー。応援、おい、やめろ、どんどん深みにはまっていくぞ。なんかポケモンで応援するやついたよね。プラスルとマイなんて応援ポケモンじゃなかった？ウサギみたいなやつ。ピカチュウの親戚みたいな。そうそう、あれは絶対親戚。だって応援ってさ、多分、そんなことはないと思うんだけど、あんまりしてもらった記憶もない。本当に？いや、なんか頑張ってねとか言われても、とりあえず言っとくというだけの使い勝手のいい言葉みたいな。まあ、私もちょっと頑張ってというワードに関してはあんまり好きじゃないんだけど、確かに。まあね。確か応援ってさ、すごいなんかざっくりっていうかね、ふんわり曖昧な言葉じゃん。励ましとか、いや、わかんない。あ、励ま、そうね。でもさ、励ましって基本的にさ、どちらかというか落ち込んでる人にするじゃん。そうだね、そうだね。でも応援って別にいつでも使えるけど、だからかな。あ、いつでも使えるから嫌なのかも。そうだね、そっちかもね。価値があんまり、解決。よかったです。あの2匹のポケモンは、あの、そういう当たり障りないことをして生きてるんで。でもまあ世の中にはそういう人も大切だから。いいと思います。みんな光、ここあるじゃん、この角。ちょっとウエストがね。あ、そうそう、ウエストがもうちょっと リバウンドしてもいいかなって感じ。ちょっと今一番下げのやつ見して。一番いい、まあ、これかな。え、いいじゃん、何がいけないのよ。まあ、いいや、これで。はい、オッケー。ちょっと名探偵の話戻っていい？いいよ。
あのさ、中に出てきたさ、ポケモンたちいるじゃん。うん。ドイツが一番良かった？いや、全部良かったけど。うん。あ、じゃあ、2体いい？はい、いいよいいよ。1体目が、はい。ウィンディ。あー、いいとこ行くね！ウィンディ良かったね！もともと動物っぽい、うんうんうん、あの感じのポケモンだから、うん、まあ納得のいくクオリティ。そうだね。で、すごいペットっぽくて、うんうん、ペットとか言ったらあれだ、相棒っぽくてよかった。あ、はい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 、はい、なるほど。で、もう一体がニューラ。まあ弟ね、ニューラ結構好きなんだけど、うん、好きそう。バランスが全て完璧だったね。あ、もうあれ、そのデザインとしてのってこと？うん、まあ、あんまりたくさんの時間映るタイプではないけど、うんうんうん、一瞬映った時に、うん、あ、いいって思った。あー、なるほどね、なるほどね。でもカビゴンとかカイリキーもめっちゃ良かった。カイリキーやばくない？でカイリキーめっちゃ良かった。なんか、うん、あの感じの質感で、うん、もっといろんなポケモンをね作ってほしいって思った。うん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 、あのリアルさでこう統一してね。そうそうそう。で、一番好きなシーンどこ？ちょっと待って、ダイトスが出てくるところ。あー、そこか。あ、いいね。いや、なんかもうスケールがおかしいやん。いや、あれは、あの、驚きだったよね。おー、びっくりした。今まで、うん、その、ドダイトスのシーンになるまで出てきたポケモンってさ、うんうんうん、割と多分、ポケモン図鑑に書いてある何センチ、何メートルみたいなのを忠実に再現してたと思うんだけど、はい、そうだね。育ちすぎたみたいなのが、あの、アメリカスケールだった。そう、いや、あれ面白い。なんかね、多分日本じゃもっとこじんまりするでしょ。でもあれがさ、ドダイトスでよかったよね。どういうこと、どういうこと？なんかめっちゃでかい毒沼とかがあって、それがベトベターだった。それは笑うな。リディカル的には推しのシーンはある？バリアードに教えてもらった後に行くバトルスタジアムみたいなところで、うんうんうん、ドウォームがめっちゃなんか、あの EDM わかるわかるのがよかった。あの、音もよかったし。なんだっけ、コイキングのさ、あの水槽がパーンってなる直前にさ、そうそうそう、あの音圧上がるやん。そうそうそう。めっちゃいい、ほんとにいい、あれ。いいシーン出してくれね。でもあの、なんかコイキングがギャラドスに進化するところも結構良かったけど。いいシーン多いんだよね。まあ確かに、それはそう。うん、みんないいよ。毎秒いいよ。もう石はもう、口ぐらい今行商になってるから、下出して横出してみたいな。お、いいじゃん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 。いいっすよ、先生。いいと思いますよ。ね、一番さ、現実の世界に一匹だけ所有できるとしたら何がいい？それね、うん、長年の課題なんだよ。やった、私長年の課題捕まえちゃった。あの、いっぱいいすぎる、ちょっと。いや、私リアルにさ、小学校の時に悩んでたことなんだけど、私がちっちゃい時ね、手のひらピカチュウってやつが流行ったのよ。手のひらにピカチュウのしたら、なんか下に手のひらをこう感知するセンサーがあって、うん、で、ピカピカチュウって鳴くんだけど、で、それがクリスマスにサンタさんに本物のピカチュウをお願いしたらこれが来たのよ。かわいい。いや、なんか、ね、サンタかわいいね。いやいや、もうほんとサンタさん悩んだと思うの、うん、当時ね。で、なんでね、ピカチュウにしたかっていうとね、その可愛いからとかそういうのはもちろんあるんだけど、一番家計を助けると思ったのよ。え、実用性的に？そう。まあ、電気タイプだしな。いろんなタイプで比較して、うん、家に一匹来るとしたら、やっぱりこう自分で世話もして餌代もかかるんだから、こうせめてこう、両親が、あ、やっぱポケモン一匹いてよかったねって言ってくれるような、なんかこう、家のためになるポケモンじゃないと追い出されちゃうとか思って。そんな現実的な選び方を。したね。小3ぐらいでしたね。でもなんかそれによって変わっちゃうんだよな、その、うん、実用性的に選ぶのか、うんうんうん、まあ、自分の好みで選んでも決めきれないんだけど。実用性だったらリリカルは何でいく？なんだろうな。私今だったら飛行系ポケモンいいなって思うんだけど。いや、今絶対飛行タイプにしようかなって思ってた。だよね、だよね。飛行タイプでもさ、あの、うん、あんまり鳥っぽくないさ、見た目のやつもいるじゃん。え、例えばどんなの？バタフリーとか。あー、そういうことか、そういうことか。そうそうそう。なるほど。まあ、ちょっと乗るには厳しいみたいな。
それで バタフリー乗ろうと思わんな。潰れちゃう。でも飛ぶならさ、やっぱりボーマンダとかがいい。あー、そうだね。ボーマンダいいじゃん、フライゴンとかさ。いや、その辺かな、飛ぶと思うと。普通にさ、お気に入りで選ぶなら。今現在のお気に入り。そんなに、ちょっと苦行すぎない？じゃあ選んであげるよ。お、選んであげるよ。ギャロップとかいいな。あー、ギャロップ私に絶対似合わないの、あんな高貴なポケモン。確かに。ロコンぐらいがいいかもね。ロコンダメ。でも進化したら結構高貴な感じじゃない。だからもう進化させない、変わらずの石を一生持っててもらう。いや、重いから荷物になるんで捨てます。なんか変わらずの石も首にさ、もうぐるぐる巻きにしてさ、背負っててもらう。ミニマリストロコン。ミニマリストロコン。なんだろうね。あ、カモネギ。あー、ぽいな。似合うわ。似合う。スーパーから出てきてほしいわ。日常に一番馴染んでそうではある。そうそう、なんか庶民派ポケモン。失礼な、ぽいわ。いや、でもむずいな。あー、あとなんだろう、見た目とかだけだったらニドリーナ好きかも。あー、このネズミみたいな可愛い感じ。サンドとか。あ、そういう、ちょっと似てる感じだね。そう、ちょっと似てる感じ。なんかちょっと頭がつるんとしてて、耳たまについてたりするやつ好きかもしれん。説明。カメールも頭つるんとしとるじゃん。あ、そういうのが好きなんだ。あ、初めて知った自分の好みを。だから私はつるんとしたハゲが好きかな。言い方、悪いね。はい、いきますよ、火に。はい。今ね、最初から曲がってるんだわ。最後にやっと曲がり出すぐらいが良きです。あ、いい。そうそうそう、まっすぐになったじゃない。いいと思うよ。さあ、本番の時間です。まあ、ちなみに、うん、まあ、個人的に相棒にしたいポケモンは、うん、1匹には厳選できないんだけど。はい。自分がボスキャラ的に登場するのであれば、レジギガスとかの上に乗って登場した。絶対弱いじゃん。レジギガスとかの上に乗って当たり前みたいな顔をして登場した。歴代屈指のヤバいキャラだぞ。で、まあ、普通に好きなのは、うん、ディオールとブラッキー。めっちゃ可愛いの来た。これはあのペット的な感じ。おい、散々言ってそれ選ぶんかい。日常にあの密着するのは、はいはいはい、サーナイトにお世話されたい。あー、お世話されたい。ひでえな、この落差。なんでレジギガスの上に乗って登場したい。書いた？書いてない。前もこのくだりやってたな。レジギガス書くなし。ちょっと緑のチョーク持ってこよう。あー、やべ、カメラ曲がった。おー、え、すごくね。あー、すごい。いや、めっちゃ綺麗。すごい。レジギガスうまいね。え、だってあれでしょ、あなたここに乗りたいんでしょ。うん、まあそこ、まあどこでもいいですけど。絶対変態じゃん。じゃあ何に乗ったらいいと思う。いや、いいヒーローランとか。いい、レジギガスでいい。え、そう、君はここに乗る、決まった。いや、でメタグラスとかの上でもいいよ。え、メタグラス低いじゃん、ダメだよ。いや、上になんか座椅子みたいなの作るから。かわいそう。いや、でも乗って登場したいよな、ポケモンの上に。絶対すぐ倒されるって。絆を深めてくわ。スイ君とかでもいいよ。え、ダメ、そんな綺麗な風に登場させないから。なんでよ。ダメだよ。あなたお笑い要員でしょ。なんでな。はい、というわけで今日はちょピカチュウじゃない、ポケモン中心にやりましたけど、いかがでしたか。まあ今日の楽しさは、うん、アーボック3匹分ぐらい。ちょっとわけわかんねえこと言い出した。また懲りず来てね。うん、まあ次はビースターズかな。そうだね、次ね、ビースターズの話しようって言って、でまあ、予約をしてあるので近々動画読んどいてね。はい、読むし多分アニメも見ると思うので、よろしく。はい、じゃあまたね。ありがとう。バイバイ。
さようなら。